おはようございます、せんちゃんです。今日は金曜日、2月の3日ですね。今日は鹿屋は曇り、ちょっと少し冷たいですね。けど甘さもくないで気持ちいいの冷たいですね。今日は私お仕事は人参の収穫3日目ですね。今日は3日目、これはもうあそこ4段の今日はお昼に終わりですね。こんな感じ。今日は仕事はね、私まで8人が今日は今からね、人参の運ぶ。昨日は結構多くて、今から皆さんに見せるを。はい。いやです。ここお昼が来ました。今ここペアを人参はとっても大きい。うん、大根みたいですね。大根、今こんなの機械で、芋掘りの機械ですね。そうかとかこんなの、これ機械欲しいです。この機械、人中学ですね。ここ畑は 2枚の畑です。昨日ところは終わった。ここ畑はちょっと畑けど、人参はすごい大きくてですね、綺麗の人参ですね。これの機械、これね、野外芋の機械ですね。野外芋掘って、機械はとても便利ですね。今まではね、私のやり方は手の引いて、今はね、これ打ちたら頭だけの切って、そしたらみんな何人も切って早い方、今日もたくさん人参黒もできました。
あとはね、皆さん、こんな機会、こんな機会で、これはね、あ、帰りてるですね。と、あ、農家の人はね、借りて、今度私も欲しいなった。ど、今からね、探すします。欲しいです。こんな機械な、便利ですね。今、インターネット見たらいろいろ難しいなって。どこに、皆さん、もしかどこにこんな機械があったら、センちゃんのように声出してね。本当に欲しいです。こんな感じ。こんな機械です。本当便利です。今から大人参収穫楽しみになってる。こんな感じだね。頭だけ切る。今はね、3人は、今まではね、やり方は3人の引いて、3人で引いて、もうちょっと大変かった。こうしたら楽です。これは欲しいなった。こんな感じ。今日は本当に、こんな、昨日からこれやった。本当は、たくさんできた。あ、ここの畑またね、今2回住むですね。今、そこに。いっぱい、たくさん1日20秒ぐらいできましょう。こんな感じ。はい、皆さん、本当こんな機会にあった、どこのかあったら、声に出してね、せんちゃんの本当欲しいです。はい、皆さん、今日はお仕事。頑張りました。また明日土曜日も人参収穫です。今日は動画最後まで見てくれてありがとうございます。今日はお疲れ様です。